まあまあ良いではないですか。人それぞれ秘密はあるものでしょ。私たちは一人一人違っていい。私たちが高校2年生の夏ぐらいに、なんか担任の先生との三者面談の時に、なんか音大どうみたいな感じで言われて、あ、音大なんてあるんだみたいな、選択肢に何もなかったんですけど、それまではなんか母が中学校の先生、あ、違う、中学校の音楽の先生をやっていたので、なんか私もそういう普通の大学に行って先生になるのかなと思ってたら、まあ、その音大というキーワードが入ってきて、あ、じゃあちょっとそっち頑張ってみようかなみたいな感じで、あの、何も私の考える幸せとは。そうですね、あのオペラだったら、その演出家がすごく、あの役キャラクターをすごい考えてくださっているので、その演出家が描くキャラクター像により近づきたいというか、あのそれをなんか二次元の世界をこの私たちの世界に持っていきたいみたいな思いは常にあります。あの多分このビビットオペラでしか見られないオルロフスキー像が出来上がっていくんじゃないかと思ってます。一言で言うと、まあ、悪役である立場にはなるのかなと思ってますね。そのなんか私たちが今生きてる、なんか多様性を大事にしようっていう社会の中でのなんか問題点とか、ちょっと闇を実は持ってるキャラクターみたいな感じで、今花さんの頭の中で進められていっているって感じです。